水野重吉は、紀伊新宮藩、第二代藩主。官位は、十五位下、淡路守。忌味川はじめ重主を名乗り、後、忠義、ついで重吉に改めたとされる。性質は、山川藩主、水野忠元の娘。小二十条、両前、十、もう、十字、三宅良官、娘、娘、二となって、鎌倉の高松寺を解散した日、高しにや、 常栄寺を回帰した日、優里などの娘多数。慶長元年、水野和夫の長男として生まれる。慶長十二年に初めて大御所、徳川家康に拝越し、家康の命により、第二代将軍、徳川秀忠に近似する。慶長二十年一月二十七日、十五位した、淡路守に助任。同年五月の大阪夏の陣では古将組に列して、従軍し、 5月7日の大阪城落城に際しては、桜門で敵一人を討ち取っている。家臣、渡辺九太夫も、主休を得ており、本人で首実験に備えたところ、商与の言葉を賜ったという。戦後、大見国内に、事業所に宣告を賜り、元那九年には、家光月の旗元となった。元那七年十一月に、父が死去した時、本来ならば、すぐに、 父の後を継ぐはずであったが、他の水野氏が諸行として、正式に藩主として認められているのに対し、新宮水野家は、奇襲藩不可老のため藩主とは認められていなかった、ことに不満を抱き、弟の定勝に家督を継がせようとした。また、幕府に直進として認めてもらうように運動したという。しかしこれは認められず、元那九年六月の家光の上落に、随行していたところ、 山城国武田桁で秀忠と家光によって説得され、元那9年6月に約2年の空位の後に家督を継ぎ、大見国内の治療所を返還した。なお、この際には手津住友の小脇里伏見にあった豊臣秀長の宮廷を配慮しており、この宮廷は和歌山に移築されたという。万寿元年9月25日に長男の銃上に家督を譲って隠居し、魔宮をこうする。 漢文8年10月28日に死去した。去年73。方法は、本広新伝信9つ根栄江日多大古寺。墓所は、神奈川県鎌倉市の高松寺。ありがとうございます。